はい、短期決戦です。10月4日7時5分です、第27回ビンゴ5の結果をやっていきたいと思います。ちょっと待ってね。1等2口1196万8900円、2等54口35万8600円、3等133口6万5500円、4等551口2万5500円、5等3898口3200円、6等21775口800円、7等20万8193口200円。これ4等っていくら？4等ってどういうの？4ライン？4等で4ラインかよ。5、9、また9か。15、19、24、26、32、37。また9かよ。好きだね、9ね。5。買ったのはこれ。お、37合ってんじゃん。あ、惜しい惜しいね。37と32と、何だけか。24合ってる。うわー、惜しいな、これ。37、32、24。買ったのこれなんだよ。ワンライムできてないけど、
かわいそうだね。5915ってやってればね、55915だったらこれとこれ合体させたらすごかったのにね。5915で1ライン、2ライン、3ライン、4ライン、4ラインか。ああ、これとこれ合体させたら2万5000円じゃん。ああ、惜しいな。24、32、37って24、32、37。あ、ここのやつか。26は難しかったけどね。26は26は取れてないの。26なんてあったのか。26なんて、ちょっと待って、5でしょ。5は入ってる。5は入ってる。9は入ってる。15入ってる。19入ってない。24入ってる。26入ってない。32入ってる、37入ってる。あ、最高で4ラインだな。どうやっても最高で4ラインだな。まあな。26と19がね、入ってない。選択肢の中に。19か。20、16、17の根拠は何だ。前回の数字が20だったのか。16は16が3回来てんのか。20が5回、16が3回で、あ、来てない数字の17を入れたのか。あー、そうか。16、3回来てんじゃん。あれ、16、3回ね。17、19か。こっちは29、前回の数字。28が3回で、30が来てないから32、3だ。26も来てなかったんだ。26も来てなかったんだ。19、
17来てないんだね。17来てない。わかった。そうだよね。なんで1、10、11、あ、そっか。なんかそのうち当たりそうだね。なんか考え方的には悪くないかも。まあ、1トリしか買わないからね。まあいっか。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。